今日から始まる実験ゲーム監視研磨編アンマー箱からバー、今日のアマちゃんでございます。アマちゃんがね、箱で遊んでおります。何か覗いてる。なんだ、あ、出てきた、バーって感じ。じゃじゃーん、アンマンでーすって感じ。ちょっともう一回閉めてって言ってる。じゃあ甘酒のね、メロディアのね、甘酒なんですけど、これ美味しいっすよ。それでは、あまちゃん出てくるか、待ってみましょう。あまちゃん、いますか？出てきてください。じゃじゃーんって感じ。楽しいみたい。もう一回、ちょっともう一回閉めてって言ってる。それでは、本編スタートです。プニでーす。今日はね、いろいろ試したいことがあったので、カメラを回しました。こちらのね、ソフトなんですけれども、ガンバルガーというソフトですね。でこちらね、起動しないんですよね。いや、正確にはね、起動はするんだけどゲームができないっていう状態です。こんな状態ですね。音楽は鳴ってるんですよね。これはなんか正常なんですかね。なんかオプションつけなきゃダメとか。それはね、ちょっとわからないんですが、まあこれをね、使ってね、いろいろ実験していこうというのが、今回のお話でございます。で、その第1弾としてね、研磨の方をやっていきましょう。それではね、今回ね、端子の研磨、ね、これをね、試していきたいと思います。まあ、ここのね、接点のところのね、端子をね、研磨したら、どうなるのかなということで、やってみます。で、まずはね、普通に清掃してみますね。意外と綺麗にしたんですけどね。まあ、全然起動しないので、まあ、このカセットを使ってね、いろいろ試していきます。アビリティクリーンでね、まず汚れ取っていきます。よいしょ、ほら全然ね、少し汚れてるぐらいでしょ。なので、そう、結構ね、綺麗にしたんだよね。そしたら、このね、接点強化剤ですね。使ったケミカルはね、すべて概要欄に貼っておきますね。興味がある方は見てみてください。じゃあ、これで一回動作確認しましょう。さあ、どんな感じかな。まあ、一発起動ですよね。綺麗になってるんで。ほら、ただ読まないでしょ。まあこれが正常だって言われたら、あれなんですけど、まあとりあえずね、こういう状態なので、研磨したらね、ちゃんと起動するのか試してみましょう。ですね、今回使う研磨剤はね、こちらですね、グラスターポリッシュっていうね、ものを使っていきます。これはね、ガラス磨き用ですね。これでね、ガラス磨くとすごいピカピカになるよ。研磨剤も入ってるんでね、これをね、使っていきます。さあ、汚れは取れてくるのか。綿棒でね、コスコスしていきます。みんなも好きでしょ、コスコス。やめろと。子供も見てるんだと。すいません。で、こんな感じでね、磨いていきます。そうするとほら、結構ね、
汚れてるんだよね。これさ、昔ね、学校でね、ガラス磨きで使ってたんですよ。ほら、綿棒が黒くなる。すごい綺麗になるんだよね。乾いたらね、新しい綿棒で、コツコツしていきます。でね、汚れがちょっとひどかったんで、2回繰り返しました。まあ、研磨してるんでね、あまりやりすぎは良くないんですけど。まあ、こんな感じでね、こすっていきます。よいしょ。で、もう一回綿棒でね、きれいに拭き取りながらも磨いていくと。結構ね、黒くなるでしょ？よし。こんな感じで。まあね、磨いていく感じですね。綿棒をね、使ってる理由は、綿棒ってしなるでしょ？で、力入れすぎると折れるでしょ？だからね、余分な力が入らないんで、今ね、綿棒使ってます。なのでね、力を入れすぎず、綿棒でこする程度がいいと思います。そうするとね、ほらピッカピカになるんですよ。ね、反射してるもんな。で、ここで接点強化剤を塗ります。まあこれでね、ゲームが起動するか今日はね試してみましょう。まあ、端子がね、どうしても汚れて、こう、ゲームソフトが読まない場合はね、最悪やっぱり研磨っていうのはね、必要になってくるんで、あ、ちゃんと起動してるけどね、症状は一緒ですね。というわけで、グラスターで研磨をね、したところ、まあ、無事に読むし、端子もピカピカになると、そういうことがね、分かったという、そういう実験でございます。簡単な実験ですけどね、意外とね、知りたいとこでしょ。研磨剤使って平気なのっていう。じゃあ明日はね、ハンダクラックを疑ってみます。明日は、加熱しますよ。というわけで、今日もご視聴ありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録、コメント、評価いただければ嬉しく思います。まあね、ちょっと動かないカセットが出てきたんで、まあこういうのをね、実験に使っていきたいと思います。それでは、またね。